タート展示と同じく本番でも外枠勢コース入れ替わりが起きました。日二三465と並びが変わっています。総仕上げの団体シリーズ最終日、スカパー JLC 杯となるルーキーシリーズ第1戦、相変わらずの静かな水面のもと優勝戦前の一勝負、11レース2つ目の選抜戦が始まります。1号艇三重畑月、2号艇佐賀横手中光、3号艇福岡原田斎一郎、4号艇岡山三村学徒、5号艇埼玉佐藤光、6号艇埼玉砂永智樹、以上の6選手です。内枠勢は定番通りゆっくりこれから直線コースへと向かっていきます。昨日の陰線勝利、ここまで節間2勝マーク、畑月人気に押されて迎える1コース戦です。シリーズラストは陰線、横田が2コース前半スタートは 0-1 のタイミング、3コースには3番の原田、1、2、3定番通り3人スロースイ、そして4コースから4番の三村学徒、ここまでは定番通り、スタート展示と同じく地元外枠2人はコース入れ替わりました。この2人が連勝がかかる今日の2走目、5コース6番の砂永、6コース5番の佐藤光、展示同様の3対3、1コースから1番から3番、4番、6番、5番です。スタートしました、2番の砂永、1番です。内側から先手につかない6番の砂田が5番の佐藤光の差しはどうか、何とかこの差しは届くか否か、さあ2番の6番の砂田がむしろ2番の前に出てまいりましたが、リンクを捨てて残す5番佐藤光の攻防ですが2周に入っています。2番から2番から5番の砂田を伸ばしていく、2番から7番の砂田を伸ばす、6番の砂田の差しの先端が水谷のハマりに戻れてまして、2番の砂田が突き放していきます。バックスレッジ中間線3番手5番佐藤との距離感は 2.4 半、逆に4番手から2番手4番手横田が接近中背後に1番畑を控えます。2周にマークの旋回3番手、ここは慎重に旋回5番の佐藤光、少し1番の畑と2番の横田、2マークの旋回では競り合う形、5番の佐藤が3番手リードはポーズとの距離感で1番手横田が1周に入っています。5番、6番、5番、3連単5杯と195枚ちょうど、先頭4番、2番、5番、6番、7番、5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 番